京急線全区間でタブレット式自動放送の使用が始まりました。本日も京急線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は品川日本橋方面都営浅草線京成線直通特急京成高砂行きです。停車駅は京急川崎、京急蒲田、平和島、青物横丁、品川、泉岳寺です。泉岳寺から先、都営浅草線内各駅に停まります。京浜急行電鉄は、今日11日より、京急線内全区間で、タブレット式自動放送の使用を開始しました。京急線は、泉岳寺駅と、羽田空港、三崎口方面を結ぶ総延長約 87km の路線です。京急線における自動放送は、今まで、主要駅到着前や、平和島から品川間の普通列車のみに導入されていました。この他の区間には導入されず、車掌の肉声による放送となっていました。そして、今回、本線、空港線、逗子線、久里浜線、大師線の全区間に自動放送が導入されることとなりました。自動放送はタブレット式となっており、車掌の判断で流れます。ダイヤ改正2週間前となる今日11日より、一斉に使用が始まりました。なお、今月25日のダイヤ改正で廃止となる、エアポート急行は自動放送に対応していません。これで11月11日の KAB ニュースを終わります。